清楚でキュートな魅力で多くのファンを魅了し、バブル時代に一世を風靡した西田ひかるさん。しかし、彼女の輝かしいキャリアは、ただの過去の栄光に止まりません。51歳になった今もなお、彼女は再ブレイクの気配を見せており、その変わらぬ美貌とともに、多くの人々を引きつけています。今回は西田ひかるさんのデビューから現在に至るまでの芸能活動、私生活の変遷、そして彼女がいかにして美しく年齢を重ねているかを、詳しくご紹介します。西田ひかるさんは、51歳にしてその美貌と健康を保ちながら、再び芸能界で注目を集めています。では、なぜ西田ひかるさんはこの年齢で再ブレイクを遂げることができたのでしょうか。その理由には複数の要素が関係しているようです。西田さんが美しさを保つためには、彼女のライフスタイルと日常の習慣が大きく影響しています。特に、健康的な食生活、定期的なエクササイズ、十分な休息を確保することが、彼女のルーティンとなっているということです。加えて、最新のスキンケア技術や美容法を取り入れることにも積極的で、これらの努力が彼女の外見だけでなく、内面からの健康と若々しさを支えているのでしょう。このような生活スタイルは多くの人にとって参考になります。彼女の SNS では日々のルーティンや健康レシピが紹介されており、多くのフォロワーに影響を与えています。さらに、西田ひかるさんはバラエティ番組やドラマでも新鮮で、彼女の演技力と人柄が視聴者に再評価されています。特に、彼女の役柄は幅広く、年齢を超えた魅力を放っています。最近のテレビ出演では、彼女は特に顔の印象が変わったと話題になりました。視聴者や専門家からも、彼女の見た目が以前と比べて、さらに磨かれていると評価されています。健康に関するドキュメンタリー番組では、彼女がナビゲーターを務め、その中で50代の健康管理の重要性について語っています。この番組は視聴者から高い評価を受け、彼女の知識と経験が光る内容となっています。こうした活動が組み合わさることで、西田ひかるさんは多方面での評価を確固たるものにし、51歳にしてそのキャリアを再び花開かせているのかもしれません。西田ひかるさんはただの元アイドルという枠を超え、健康と美の象徴として、また多彩なエンターテイナーとして新たなファン層を獲得し、年齢を重ねることの美しさと可能性を教えてくれます。西田ひかるさんの美しく年を重ねる方法は、単なる外見のケアだけでなく、生活全般にわたる意識的な取り組みから来るものでしょう。このような彼女の姿勢は、年齢を重ねる全ての人にとって真の美の追求という観点から大いに参考になりますね。西田ひかるさんはどのようにしてバブル時代のアイドルとして注目を集め、どのような社会的背景がその人気を支えていたのでしょうか。また、西田ひかるさんは見合いの申し込みが多数だったと言われています。バブル時代の日本は経済が急成長を遂げ、豊かな生活と派手な消費が推奨されていました。この時代、アイドル文化も黄金期を迎え、西田ひかるさんのようなアイドルは、多くの若者にとっての憧れの存在でした。メディアはアイドルの私生活にも注目し、彼女たちに対する見合いの話は、彼女たちの良妻賢母としての魅力をさらに際立たせるものでした。西田ひかるさんに見合いを申し込んだのは、お医者様や地方の権力者など、社会的に高い地位にある人々が多かったとされています。これは彼女が持つイメージと、当時の社会が求めていたアイドル像が一致していたことなのかもしれません。彼女の透明感あふれる清純なイメージは、多くの人々にとって、理想的な配偶者の条件を満たしていたのです。要するに、西田ひかるさんの見合い話が殺到した背景には、彼女の個人的な魅力と当時の文化的な背景が大きく寄与しています。バブル時代の特有の社会情勢とアイドル文化が重なり合い、彼女のようなトップアイドルには異常とも言えるほどの注目が集まったのです。彼女の経験はその時代を象徴する多くの現象の一端を映し出していると言えるでしょう。過日ポカポカに西田ひかるさんが出演した際、若い頃に大御所芸能人に口説かれたことを明かしました。放送記者の話によりますと、先輩の誘いを無下には断れないと
事務所社長同席のもとあったそう。若い頃の西田には芸能人だけでなく、バブルで景気の良かった医者や実業家のファンも多く、見合い話が引きも切らなかったと語っています。西田ひかるさんは生後間もなく父親の赴任先のロスに渡り、13歳まで現地で過ごした帰国子女でもあります。アメリカンスクールに通っていた15歳の時、航空会社のキャンギャルに起用されました。ショートヘアにあどけなさの残る顔、高尚 G カップの胸をビキニやハイレグに包んでグラビア界を席巻した。額装したお宝写真も飛ぶように売れたと元グラビア誌編集者は振り返っています。88年にはミュージカル小公子セリで主役を務めたほか、アイドルとして歌手デビューを果たしました。音楽関係者は、当時は松田聖子が結婚を機に一線を離れていた頃で、次世代の中山美穂や斉藤由貴が台頭してきており、女性アイドルの世代交代の過渡期だった。そこに殴り込みをかけたのが西田。帰国子女で現役上智大生とこれまでにない特徴が受けて人気を集めました。紅白にも4回出場していると。91年には24時間テレビのチャリティーパーソナリティ、98年の長野五輪に向けたアンバサダーなど、芸能人としての大役を射止めました。女優業にも進出し、ドラマ、デパート、夏物語は代表作になりました。そして大河ドラマ北条時宗では泉元彌の妻役を演じました。女性誌記者は、私物やグッズを販売するチャリティーバザーにも積極的だった。しかし西田といえば、8月16日の誕生日、大勢の人を招くバースデーパーティーが芸能マスコミの季節の風物詩だったと彼女の当時の人気ぶりを語ります。西田ひかるさんは、順風満帆な芸能人人生においてつまずきもなく、イメージを崩しかねないスキャンダルもほとんどなく、アメリカ仕込みの明るいキャラのまま30歳を迎える年に、3歳年上の貿易会社副社長と結婚しました。友人の紹介で交際するうちに、一生のパートナーとして意識したということです。お相手は関西出身で面白い人だとか、夫の仕事に合わせ米国へもたびたび渡航、その間に二児を設け、06年から兵庫県西宮市で生活をしています。食育をテーマにした本を出版したり、講演会を行った経験もあり、今では両家の奥様前としているようです。西田ひかるさんは現在家庭中心の生活であり、テレビに出演するのは稀。彼女の生き方からは多くのことを学ぶことができますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。次回もお楽しみに。